まあ、昨日はですね、キリスト教神学、組織神学ですね、学期一遍なんで、復習しながら、ね、やってますけども、私の、講義での、願いというのは、自分たちの、一というかね、いうものを、知ってほしいというかね。で、キリスト教神学では、私たちが、信じているものだ、福音理解ですね、家のようにね、刑事論ね、そして、そこには、既存の世界の研究の学問の世界と、特別研究の聖書というね、それを、どういうふうに、料理するかという点で、解釈方法というかね、それは昨日は神論ですね、学びましたね、私たちが信じているものですね、何を信じているのかですね、特にエリクソンの捉え方というのは教科によってですね、その特徴はこうあるわけですけども、幅というかね、その共通項ですよね、よく表現しているように思うんですね、改革派からですね、アルタとか位置づけからいくと、改革的なものが中道を表すと思うんですけども、ルターね、バプテストね、それからホールですとかね、ペンテコステカリスマね、ペンテコステカリスマはどちらかというと神学というよりも経験であるというふうにね、よく言われますね、ブダクシンというペンテコステカリスマという、アラン・アンダーソンの本なんかを読むとですね、福音が共通のそういうですね、信仰を持ちながら、そういう聖霊経験、本ですれば、表面の経験とかね、それからでは聖霊の、イエスの聖霊の経験とかね、それを共通ね。しかし、キリスト教科全体として、教科的な特徴というのはね、それぞれが協調点を持つにしても、その共通項をね、深く耕すということが非常に大事。そういう点で、エリクソンの、キリスト教神学というのはね、非常にスタンダードというか、あらゆる教科で使われているというね、素晴らしいと思うんですね。で、今日学ぶですね、歴史神学、福音主義神学研究というですね、これは私たちのですね、ルーツですね、ルーツとね、を探るね、アイデンティティというかね、で、私たち今いつも言いますけども、同じことと繰り返しというかね、反数という感じでね、虫が食べ物を食べたら食べるけど、何回もこうね、胃に入れてまた口に戻してというね、繰り返すね、反数というところが私好きなんですけども、反数ですね、反数ですね、ね、何度も何度も同じことをね、消化を良くするというね、ことですね。だから神学の学びですね、一番大事なことは不安もないというね、私は一体な何者なんだろうというね、私は一体何を信じてるんだろうというね、で、私の、このルーツとアイデンティティね、いうものは何なんだろうかというね、ここをよく宗教の大事なんですね、
知識がね、勉強したらどん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 増えるんですけど、やはりこの自分のですね、まあ私はいつも言うんですけども、まあ、神学的座標軸というね、自分の生まれたら座標軸は一体どこにあるのかというね、これはまあしっかりとまあ確立していくという中でですね、神学をやらないとですね、知識が増えてさらに混乱するというね、整理のつかない倉庫のようになるわけですね。そうではなしに整理しながら勉強していくというね、ことですね。まとめてこう
いろいろ、まあ、そういうのは、まあ、ずっと歴史が流れてきて、まあまあ、リベラル、まあ、これはまた次回ですね。次回、あ、三学期やるのは、まあ、来年の、5月ぐらいになると思うんですけども、ね、リベラルに対する反動として、まあ、ファンダメンタリズムという、ね、根本主義、ね、いうものが起こってきてですね、そして、まあ、その修正版としてね、真ん中に戻したのが、まあ、エヴァンジェリカリズムというね、ルタリズムね、ルタリズムか、リズムね、福音主義ね、まあ、これは、まあ、大体、まあ、修道路線というかね、まあ、学問的にも神学的にもバランスの取れたね、まあ、道路の真ん中に行ってるように思いますね。まあ、こちらは、ね、聖書の霊感を否定します、する傾向が強いし、こちらはまあ言ったら極端な自利主義にね、この、のめり込んで見ざる言わざる聞かざるような世界になっていくわけです。まあ、両側に目を開きながら真ん中を、まあね、こう、まあ、そういう面で、まあ、エリクソンの神学は、まあ、これを代表するね、まあ、組織神学書と言われているわけですね。で、その福音理解はですね、まあ単なるアメリカの一支流とかね、そういう、ね、流れじゃなしにね、まあ、宇田先生のこういう本で、まあ、私たちが教えることは、人たちの時代からですね、この歴史を貫いて流れているこの福音理解であるとね、だから、まあ、この本でもリベラルなところでちょっと、まあ最後の迎えたのはですね、152ページに、まあ、書いてあるのは、ね、今日のですね、リベラル派のキリスト教のあり方とですね、使徒的なキリスト教のあり方を比べて全然違うんですね、内容を持っているのですね。しかも私たちは、ね、私たちは使徒的なキリスト教をこの熱烈にね、この継承するものであるというね、そういう前で意識を持ちながら学問的にも取り組むというね、こういうのがこの福音主義のあれですね。この根本主義はどっちかというと現象主義というね、こちらに戻ってですね、もう現在はもうついた目をつむるというようなね、そういう感じがするんですね。まあ、こちらはどっちかというと、この路線としてはね、古代派というふうにはね、で、こちらは、まあ、現代化という ね、やはり、まあ、両面が必要なわけですよね。私たちは人たちを人を目指すと、この地にも、まあ、いたらオープンでやるんですね。その辺のですね、代表的にしっかりしてるところがね、そして私たちの福音理解というものがね、極端に走らないように、そういうこの本を読んで思うことはね、そういう座標軸に対を形成しようとする熱烈な思いですね。これがあるわけですよ。だから単にですね、いろんなことを勉強したらいいという問題じゃないね。その知識を私たちの背骨のね、福音理解のですね、座標軸を形成する力に結びつけないといけないわけですね。そして、まあ、宗教改革ね。中世を背景にしてですね、宗教改革というものがあってですね、そこでは、まあ、このね、すでに学んできましたように、まあ、聖書館ね、ね、聖書は神の霊感によって書かれた誤りな言葉であるね、そして、この信仰義人ね、この聖書だけに私たちが根ざすとですね、私たちはイエス・キリストの対する信仰によってだけ罪が許される、イエス・キリストの贖いによってだけ義と認められるんですね。カソリックみたいにこのですね、プラスアルファは必要ない、ね、わざわざね、
なんかそういうみたいになるとですね、やっぱりあの煉獄思想みたいなことが出るからですね、死んだ後にですね、この煉獄というところにですね置かれてね、そこでですねいろいろあの清められてからとかね、あるいはこう再生の要件入れたりとかね、いろいろすることによってですね、こう免罪とかね、生きてる人が勝ったりとか天国に入るんだとかね、プラスアルファはいらないね、信仰のみ恵みのみキリストのみあがないのみね、よって罪許されるということがね、この聖書だけに立つと結論が出るね。そしてまあ教会とかね、ピラミッド型のですね、そういうこの封建社会みたいな教会組織なしに、神の改宗としてね、万人祭司ね、教職者であれ信徒であれですね、神の前に平等であるというね、そういうね、キリストだけによって近づくことができるね、間にカトリックの場合はこのあのカトリック教会という間を置いてですね、そしてあの恵みとが中に入るようなね、イスラエルの間にね、感じですけど、私たちはその仲介者はキリストだけでいいんだというね、そういうのが教会ですね。そしてまあこのずっとですね、この四つの流れね、アルミン主義、そして信条と正当主義学んですね。今日はまあ全部復習してたら復習だけで終わってしまうのでね、この経験主義ですね、経験主義ね、の遺産とですね、まあ自由教会っていうね、まあここをまあ簡単にまあやりたいと思いますね。どれでもすでにこう何遍もこの資料をですね、テレビで読んでくださいって言ってますのでね、ぜひね持ってくださいね、持ってない人ねコピーするなりね、そしてね、私もこれもですね、もう何十回何百回こう読んできてますので、ね、キリスト教のですね、この教会史、教理史をコンパクトに理解する本としては日本で最良の本です、これははっきり言ってね、皆さんにとってね、この どの教派であってもね、この共通項としての、ルーツとアイデンティティ理解のためにですね、これ絶対必要なね、理解なんです、これはね、これを持たないといろんな情報が出るときにね、自分の位置が分からなくなると思う、自分のルーツもね、だからいろんな教えが入ってくるとね、自分の今持ってるものをですね、ある人はですね、いや間違ってたんじゃないかとかね、これ投げたりね、また新しい動きに飛びついたりね、混乱が起こるわけですね。しかしこういう材料をしっかり言ってたらね、いろいろ教えが入ってくるとですね、あこれはね、あここに位置づけてね教えられるのね、ほら、まあ、アメリカ福音主義であればですね、まあ根本主義、福音主義、リベラルな動きとかね、こっちの教えはですね、いやこれはちょっとこのおかしいんじゃないかとか言ってね、識別できるわけですよ。そしたら揺り動かされないね。でそういう前に言ったら自己理解が大事なんですね。だから神学を学びたらね、そういうことに重きを置かないとですね、学べば学ぶほどね、分からなくなるというね、眉の森に入ってしまうね。いつもこうね、最初には最初ですけどね、長官図と言いますけども、まあね、鳥が森全体を見てね、どこにね谷がありね、沼がありね、このジャングルがあるとかね、全体を見渡してこうね進むようにね、私たちはこの福音理解、またルーツとアイデンティティについての全体理解を持たないとダメですね、これはね。そのことによって初めてね、この私たちはね、レーダーのついた飛行機に、ね、あるいは航海図の羅針盤を持った船長になるわけです、ね、多くの人はね、レーダーもない、ね、羅針盤もない、ね、ただ何かこうね、見える部分だけでね、こう右往左往しながらね、こうなんか蛇行しながらダッチロールのようなどういうか飛び方をしているね、福音理解している人たちが多いわけですよね。
まあ、そういう面でね、まあ、あのぜひね、これであの持ってない人、まあ、持ってる人ありますのでね、まあ、それコピーされるようにしてね、ぜひあの読んでください。まあ、たくさんの本を買うよりもね、あの本当に優れた資料をね、ぜひ読みこなす、身につける、これが勝ってるんでね。まあ、そういうことでですね、まああのまあ、長番まで来ましたですね、まあ、経験主義運動にさんと自由主義の伝統ということでね、まあ、経験主義のさんはですね、この、まあ、日本の福音派に共通する、ね、教科を超えてですね、やはり経験主義の、まあ、的な強調というのは、ね、やっぱりあるんですよね。でまあ、この経験主義ですね、主義の、まあ、遺産ですね、ね、まあ、これは福音理解に言えばですね、この救済論ね、救済論の中のですね、まあ、あの成果論に属するね、まあ、私たちがイエス様を信じてね、罪をさらけなしにね、罪をされたものがキリストの生き方に最強にこの整えられていく、清められていくというね、そういう、まあ、あの領域の言葉ですよね。日本のキリスト教が経験主義的、信仰復興運動的性格を持つのであることは歴史的に自明の事実であるね。日本のね、日本に伝えられてきたね、日本に伝えられてきたこのね、福音というのはね、まあ、その宣教師がね、非常にまあ立派な人たちであったね、この両側運動とかね、そういうことで非常にこの情熱を燃えてね、身を伝えてきた。そしてこの福音理解においても、まあ、人格的にもね、非常にまあ立派な人たちが来たこともあってですね、非常にこの日本のキリスト教ね、この教の、まあ、アイデンティティというね、体質というか、それは、まあ、経験主義的ね、そしてまたこの信仰復興運動的ね、ね、まあ、そういうまあ体質を特徴を持つもので、ね、またね、アメリカのまあいろんなね、キリスト教というとね、もっとなんかこの暗部っていうのがたくさんあるんです、暗い部分がね、もっとこう人種差別的な色彩とかね、いろんなものがね、アメリカのキリスト教国内、米国の中にいっぱいあるんですよ、それはね、うん、でもこういう宣教に来た人たちは本当に立派な人たちだったね、宣教師はね、でまあ、この経験主義、運動に関してはですね、この、まあ、ルターの、まあ、中にもありましたしね、またこの改革派ね、改革派の中にもあったしね、それから英国のピューリタンの中にもあったしね、そしてまた近代の福音的ね、福音的信仰覚醒運動ね、
運動の中、ね、そしてまた19世紀以降の精霊派運動ね、まあ、この中にあの延長線上に天国カリスマ運動も入ってくると思いますけどね。ね。まあ、もともとこうそういうこの
ね、信徒も、ね、この、ね、責務を負うんだ、祭司としてクリスチャン法も確立し、ね、証しし伝道し、ね、教会形成においてですね、自分たちの使徒役割をですね、確認すべきであるね。お客さんのね、用だけだってはならないね。そしてですね、この繰り返しになりますけどもね、このキリスト教はですね、この